皆さんこんにちは。ニコン映像カンパニーの岡本でございます。このカメラですね、他社の動向を見ながら開発したカメラでは全くありません。我々ニコンといたしまして、今後どういうカメラであるべきか、5年後、10年後を見てですね、ニコンとしてどういう提案ができるのか、ずっと議論してまいりました。それらの議論を経まして出た結論がですね、本日、ご紹介いたしますニコン1でございます。したがいまして、このカメラはいわゆる他社のミラーレスというカメラが出なかったとしても、私どもは使用に投入したカメラでございます。全くゼロから発想し、新しい楽しみ方を提案できるものとしてこのカメラを、投入することになりました。したがいまして、この小さなカメラに、ニコンの新たな挑戦が集まっているということになります。今回の発売のタイミングには2つの大きな理由がございます。第一番目としまして、一眼レフ市場がミラーレスが出た後も緩やかに拡大しているということが確認できたことになります。これはニコンにとりまして大変大きな進化につながりました。我々が一番期待したコンパクトで飽き足りない、お客様、もっと手軽にですね良い写真を楽しみたいというお客様が、新しいセグメントになって創造されつつあるということです。2つ目はですね、先ほど申し上げましたように、他社のミラーレスカメラというのがテストマーケティングになったということでございます。それはどういうことかと申しますと、ミラーレス、日本およびアジア市場では、大変よく、売れております。しかしながらグローバルで見ると、一眼レフに比べまして一眼レフ全体の市場の中の、約1割ぐらいにとどまっております。従いましてニコンとしては非常にまだ、市場が出来上がっていないということで、逡巡がございましたけども、ここに来まして、アジア、日本のみならず、他の大きな市場でですね、じりじりと売り始めていると、これが、我々の、今回導入に至った2番目の大きな理由でございます。このニコン1の、最大の特徴は、カジュアルでスタイリッシュ、そして、大変小さなレンズをつけたトータル の、 そのサイズですね。この小さなサイズの中にニコンの写真のスイールが入っているということになります。新しいセンサーとスーパーエンジンによる超高速オートフォーカスと超高速画像処理が実現できました。結果として、優れた静止画の画質、それから秀逸な、動画能力が実現できました。特段オートフォーカスの速さ、もしくは画質能力の高さ、それから、動画には本当に、自信がございます。これらの写真として大変大事な要素がこの小さなボディに全て収まっているということがこのカメラの特徴でございます。ぜひともこのレンズを含めた小さな、ボディ、このデザイン力にも注目していただきたいと思います。これまで一眼に躊躇されていた方々にもぜひトライしていただきたいと思います。それから写真を趣味にされている方々にもぜひセカンドカメラとしてこのカメラを、エンジョイしていただければと思っております。これは多くの、お客様が一番知りたい点ではないかと思います。もちろん、各社さまざまな方針がありまして、もっと大きなサイズを選択された会社と、もっと小さなサイズを選択された会社があります。ニコンとしましては本当内部でさまざまな議論いたしました。それで結論としましては、このサイズがベストバランスであるということで選択した次第でございます。センサーサイズイコール画質、もしくは画素数の多さイコール画質という時代は終わりではないかというふうに、ニコンは考えております。我々といたしましては、レンズも含めた携帯性、もしくは、画質ですね、これらの最適解としてここにある、ニコン1の CX フォーマットを選択した次第でございます。大きなセンサーにゴダールハモリですね、カメラと、レンズのハモリが崩れたり、必要以上にですね重たくなったり、携帯線にかけたりしてはいけないとニコンは考えた次第でございます。
もちろん皆様ご承知の通り、ニコンにはフルサイズもしくは DX サイズといった、一眼レベル、これは多くの、モデルを用意しております。そして世界中のお客様より大変熱いご支援をいただいております。我々ニコンワンは個々のお客様と違う、新しい楽しみを提供できるというセグメントとして位置づけております。カジュアルに写真ライドを楽しんでいただき、お客様のライフスタイルに少しでも溶け込みたいという発想でこのカメラを投入した次第でございます。ニコンは一眼レフカメラのミラーを取り外し、小さく軽くすることで提供する価値とは一線を画しております。ニコン1は一眼を進化させる、コンパクトを進化させるといったことを開発の、思想としておりません。カメラが提供できる価値そのものを進化させました。光や時間を操り、全く新しい写真映像を体験していただきたいと思います。ニコンはシステム性にこだわります。まずはニコンならではの高技術を生かした心電図ラインナップのこの小型のワンニコールレンズシステムでございます。現在4本を取りいたしましたけれども、これからどんどんと新しいレンズを提案していきます。それから次はF マウントアダプターでございます。このアダプターを使用いたしまして、私どもの約70種類のニコンのニッコルレンズ、を装着できますし、すで、に約6500万本販売しておりますニコンのニッコルレンズ、これらをこのアダプターを通じてですね、ご自分のレンズを、お楽しみいただけると思います。これはニコンならではの圧倒的な強みだと感じております。幸いにも、一眼レフではニコンは世界各地でトップシェアもしくは、トップタイクラスの地位を確立できております。実は、あまり知られておりませんけども、コンパクトカメラも北米もしくは欧州といった世界で1番目もしくは2番目に大きな市場で突破レースをしております。これはですね、今までニコンが要望してきましたフルラインナップ戦略が成功したことに他なりません。今回のニコン1の発売によりフルライン戦略が厚みを増すことになります。そしてこの3つの製品ブランドによってそれぞれのジャンルの方向性をさらに明確に打ち出すことができると思っております。結果といたしまして、より幅広いユーザーさんとの接点が持てるということになります。このニコンの総合力、フルラインナップがお客様に評価していただければ、私は映像のトップといたしまして、数年以内にニコンが総合ナンバーの地位を確立できると確信しております。従来の一眼レフカメラはこれからもニコンのコアビジネスでございますので、こちらは今後ともこだわりを持ってどんどん進化させていただきますので、どうぞご安心ください。私はデジタル一眼との、このニコン1とのカニバリは心配しておりません。それはニコン1にしか提供できないベネフィットが明確だからです。動画と静止画の絶妙なバランス、ニコン1でしか撮ることができないモーションスナップショットやスマートフォトセレクターなど、これらの機能は明らかに従来の一眼レフとは違った価値を持っていると考えているからです。世界中のニコンファンの皆さん、いつもニコンをご支援いただきましてありがとうございます。私はですね、写真を一番知っているのはおそらく我々ニコンではないかと思っております。先ほど申し上げました通り、今回のこのニコン1は、ニコンにとって新しい挑戦となります。従いまして、ぜひとも、ニコンファンの皆様にはこのニコン1を、お使いいただきたいなと思っております。すでにいろいろなカメラを
使っていただいている皆様ですから、このカメラの洗練された新しい魅力に、気づいていただけるのではないかと、思っている次第でございます。私ども様々な、制御部員をとります。それこそ、コンパクトカメラからプロのモデルまで、多くの分野で、開発を進めております。こちらの方ですね、我々、タイマル研鑽と研究を重ねまして、全ての分野で、期待を超えて期待に応えるという姿勢で頑張りたいと思っています。今後とも、ニコンに対する熱いご支援をお願いする次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。